ヤギが巻いてるね。ちょっと開けていってこようかな。ちょっとさだす。はい、おはよう。あら、ももさん目がひどくなっちゃったね。マジだね。ヤギがちょっと鳴いてるので、先にちょっとそれを見てきますね。4時20分です。もう Wi-Fi 回ってますね。多分引っかかっちゃったな、どっかに。ぐるっと回っちゃったね。ちょっと待ってね。外してあげるね。おはよう。これ自分でいけるじゃんよ。いいそうです。よいしょよいしょ。はい、どうぞ。はい、ちょっと戻しておきキキの顔描いてきましたね。はい、キキ、はい、キキ、お入り。はい、どうぞ。出ませんよ、出ませんよ、あんたたち。後で開けるから待っててよ。お迎えご苦労。ポンちゃん出ないよ。ポンちゃんも出ないよ。はいはい、出ませんよ。はいはい、はい、帰っててよ。あれ、もういるな。あら、あ、いや、おいでおいで。はい、こちら。はい、はい、あれ少ねえな。下はウジャウジャなんで、おはようございます。11月、6日、日曜日ですね。この音はある、Facebook とかブログを見たんですけど、なんかおかかを削る音がなんか、子供の成長にいいとかなんとかっていうので、ね、書いてる、ブログの方がいらっしゃいますけど、まあそんな内容なのにいつも炎上するっていうのは何でなのかなって思いますよね。炎上はしないように、言葉を選んで私はやってるつもりです。まあ、炎上をするっていうのはいいのかどうか、まあそれで儲かりゃいいじゃないかっていう言ってしまえばそれで終わりなんですけど、まあ、基本的になんかそういう考え方ちょっと自分には無理だなというふうに思い出します。ネタ作ろうと思えば作れるんですけど、あくまでネタですから。ライターさん、はい、よいしょ。鼻水がですね、
た滝のように出てきて、薬をちょっと飲まないようにしようかなって考えてるから、ルームは自由さに差し替えですね。ちゃんはちょっと目がですね、腫れてるんですけど、まあ食欲があって暴れているので、まあ大丈夫じゃないかなって思いはするんですけど、そこで待ってたら来ないでよ。むちゃん後ろ、むちゃん、むちゃん、ここ、むちゃん、ほら、そう、見て見て、先食いはゴロッと、お、この角は珍しいな、夏と、ジロですね。
本当に何やってたのかな。ここ金のだし食べてますね。少しでも自分で食べてくれるようになると、チュールで飲む方が楽になってから食べたらいいのかな。前は、この1週間もチュールも食べませんでした。まだまだですけど、少しずつ頑張ろうね。エルモー、あれ、あきおちゃん、ももちゃんの目はちょっとなんか上についていて、ちょっとひどく見えますけど、拭いたらやっぱり傷じゃないと思いますよね。なんか後で拭きますけど、食欲あるので大丈夫だと思います。よく食べたね。だいぶ色づいて下まで黄色いのが出てきましたね。よもうだいぶひんやりしてきて、まあ、ひんやりです。いや重い重い、こっち直さないと。島は一年中こうやって葉っぱがあるので、スカリアしますけど、もうちょっと朝だけでもいいかなって言って、朝か夕方だけどっちかだけでもいいかな。夕方は日が暮れるの早くなったんで、まあ、朝の方がいいのかなって。何をしているかということです。部下のムースの塊をちょっと落としたら、たくましく食べたよ。一口食っちゃったの。あれか、半分だな。うまいじゃんよ。4分の1ぐらいあったのによ今。ないよね。これ大丈夫だと思います、元気になりました。もうちょの方も外傷性みたいで、まあ、ちょっと痛々しいですけど、あ、やめてくれよ。なんだよおめえはよ。Thank you.
く人に行くと。1時過ぎですね。ちょっとおやつタイムしますね。よいしょ。おやつなんでね、ちょっと子猫用をあげて、子猫も一緒に捕食ができるようにします。シビは2人来ていますね。もう一匹来たらもうこれで自分たちの捕食を増やすね。来たね。あともうちょっとだけだね。
おばちゃん来たら。ももさんもしっかり食べてます。今から目薬してあげます。Thank you.